沖縄県庁記者クラブからですね、これからベテランズフォーピース琉球沖縄国際支部による記者会見を始めます。ベテランズフォーピースというのは平和を求める元軍人の会であります。で、県名は沖縄における米国海兵隊を新滑走路建設に戦死者の遺骨混じりの土砂の使用に反対する VFP 決議ということであります。宛先は国防省の DPAA 局ケリー・マッキーグ局長ということになっています。詳しくはこれからラミスさん以下お話があると思います。それではよろしくお願いします。VFP という組織があります。ベテランズ・フォア・ピースで、そのベテランズ・フォア・ピースはベテランズ・フォア・ピース、日本語で平和を求める元軍人の会と言っておりますが、その団体が2015年に沖縄に、視察団をよこしました。で、それをその団体を受け入れる過程でVFP の琉球沖縄国際支部を作ろうということになって、ダグラス・ラミスさんを中心に組織を作りました。で、今回アメリカの 国防総省の内部機関である DPAA、 これは DPAA についてはダグラス・ラミスさんからまたちょっと詳しく説明してもらいますが、そこに対して、辺野古の埋め立てに、沖縄戦の遺骨混じりの土砂を使わせるなと、そういう要請の文書を送ったので、その趣旨での記者会見をいたします。僕は VFP 琉球沖縄国際支部のメンバーである牧師です。ではダグラスさんから DPAA についての説明と今回の要請の中身をお話ししてもらいます。まず VFP ロック沖縄支部、ベトランズ・フォー・ピースの沖縄支部の今までの活動のうちに、毎年アメリカの中で8月に全国大会やります。で、私た全国大会で決議案を支部として送って、そこで議論して、多数決で決議にするかしないかという毎年の行動があります。で、私たちは沖縄支部ができてから、毎年、そういう案を送って、主に辺野古に新基地を作るなとか、それを中心にして毎年送りました。で、今年同じものを送っても、受付してくれないから、今年は牧さんがおっしゃったように具志堅高松さんが、中心になっている運動を支持するような文書を、作りました。具志堅さん、以前アメリカでだいぶ英語圏で紹介されていますけれどもね、これは戦死者の遺骨をそういうふうに
軽蔑的に扱うということは、戦争賛成反対と関係なく、基地反アメリカの政治政策は賛成反対と関係なく耐えられない人がいますね。でアメリカ政府の中で牧さんが紹介したように、英語で言うと Defense POWMIA Accounting Agency DPAA だけれども、POW は捕虜、 MIA は行方不明。ご存知のようにアメリカは南北戦争以来、全ての大きな戦争は相手の国でやってるんですよね。アメリカ国内で戦争しないで、ヨーロッパでやったりして、中南米でやったりして、アジアでやったりして、中東でやったりして、アメリカ人の行方不明の方が世界中に散らばってるわけですよね。でその人たちを調べて、DNA で、なるべく誰ということを分かって、遺骨をアメリカへ持って行って、で、ちゃんとできたら家族に返すか、あるいは少なくともちゃんとしたお葬式、の儀式をして名前つけて埋めるか、そういう、組織は政府の中に国防省の中にあるんです。でよく分からないけれども、知り合いに言わせると、その中で熱心な本当にそういう人たち、かわいそうだと思って熱心に心からやってる人がいるというんですよね。ですので、そのアメリカ政府に文句を言うんじゃなくて、まあ、やってるのは日本政府だから、日本政府のに頼んでもしょうがないと思いますが、そのアメリカのその局に、アピールをするような文章にしました。逆に沖縄防衛局はこれでよく沖縄に対する気持ちはっきりしてくれたね。よくよくよくその軽蔑は伝わってきてるんです。そういうことを考えて提案しただけでもう取り消しがつかないような極端な侮辱だと思います。繰り返しに具志堅さんも言ってるし、私は実際の戦争に行ったことないけど、元軍人としてそれ伝わります。どうなるかというと、私たち、この間の月曜日は何日だったかな、月曜日の
この前の月曜日の夕方、E メールでこの決議案を送りました。そしてその総会は8月12日から4日間続く。その最後の日曜日は、決議案を、議論して投票するわけですよね。多分、今まで私たちから送った決議は全会一致で、あるいは 2,3 人だけは反対して、可決したんです。だからこれもそうだと思います。で、向こうの極端な丁寧な民主主義によって、それで BFP の決議にそれだけでなるんじゃなくて、次は可決、集まりで可決された決議案を全員に送って、会員の全員に送って、全員 のメンバーに送って、みんな一人一人賛成反対かどうかメールで決めて、だいたい12月になって初めて VFP の政策に入るわけです。でとても遅くてじれたいけれども、そういうシステムなんです。まずその日本語版、牧さん読んで読み上げてくださいますか。トモさん、じゃあ私の方で、はい、トモさん、いただきます。宛先は国防省の DPAA のケリー・マッキーグ局長です。送信者はベテランズ・フォー・ピース琉球沖縄国際支部、略して VFP-ROCK、VFP-ROCK です。件名、沖縄における米国海兵隊用新滑走路建設に戦死者の遺骨混じりの土砂の使用に反対する VFP 決議。兵隊たちはみんなどこへ行った？みんな埋め立てられて滑走路になった。沖縄における米国海兵隊用の新基地建設計画は25年目に入り、沖縄の人々を侮辱するかのように続いている。先頃判明した沖縄防衛局の計画によると、その侮辱をさらに進めるように、沖縄戦で殺された人々の遺骨が見つかる地域からの土が新基地建設のための埋め立てに利用されるようとしている。沖縄戦の戦死者には、沖縄人、日本人、韓国、朝鮮人、台湾人、イギリス人、そしてアメリカ人が含まれている。米国防省 DPAA 局は200人以上の米軍人が沖縄戦で行方不明になったままであることを認めている。すなわち今回の埋め立て用の土砂にその行方不明者の遺骨が含まれている可能性がを否定できない。私たち VFP メンバーと国防総省の職員とでは、戦死者をどのように、またどの程度尊重すべきかについて意見が異なることもあるだろう。しかし埋め立てに行方不明者の遺骨混じりの土砂を用いるのは忌むべきであることは双方ともに同意できるだろう。米国のアーリントン墓地の入り口では、そこが神聖な土地であると宣言されている。
それでは置き去りにされた行方不明者や戦死者の遺骨が混ざった土砂で作られた新基地も神聖な土地だろうか、いやむしろ死者からも聖者からも呪われた土地と呼ばれるものではないだろうか。我々は DPAA に対しこのようなこの状況を調査するよう要求するとともに、 DPAA から日本政府にこのような冒涜をやめるように意見することを要求する。以上です。ありがとう。日本語だけでいいだろうけれども、英語を読みたいから読ませてください。To Mr. Kelly McKeag, Director, Defense, POW, MIA Accounting Agency, DPAA, from Veterans for Peace, Ryukyu Okinawa Chapter, Kokusai, VFP ROC. Subject.VFP resolution protesting the use of the new USMC airstrip in Okinawa as a burial ground for war dead. 次の行は昔からの英語圏の反戦フォークソングの一行をちょっと変えました。ピート・シーガーがロシアの民謡から作って、そして沖縄で真夜中深夜さんはよく歌った、よく歌っている歌。 Where have all the soldiers gone? Gone to landfill everyone. Oh, when will they learn? When will they ever learn? そのいつわかるかということを削って、そして、gone to graveyards は、gone to landfill、埋め立てにとちょっと書き換えた。Whereas、これは英語圏の、決議のフォーマルな形式的な形だけれども、Whereas, whereas, whereas, 一番最初 now therefore, ということで、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 したがって結論はこれですという形でなきゃ、VFP 本部は受付してくれないから、その形にしました。Whereas the project to build a new base for the U.S. Marines in Okinawa, now in its 25th year, continues as an ongoing insult to the Okinawan people who have rejected the plan in elections and referenda. Most recently, 72% opposed. And whereas...The recently revealed plan of the Okinawa Defense Bureau to use as landfill for this project dirt from an area where the remains of people killed in the Battle of Okinawa are found intensifies the insult. And whereas war dead in Okinawa includes Okinawans, Japanese, Koreans,Taiwanese, British, a few, not many, and Americans. And whereas the U.S. Defense Department's POW MIA Accounting Agency, DPAA, estimates the number of Americans still missing from the Battle of Okinawa at over 200,which guarantees that some of those buried in this area will be used as landfill. And whereas, while we as members of Veterans for Peace and DOD, Department of Defense personnel may differ
as to how and to what degree war dead should be respected, surely we can agree that to use them as landfill is an abomination. And whereas, while the sign at the entrance to America's Arlington Cemetery declares that those are hallowed grounds, if this new base is built over the scattered bones of the war dead, the grounds there will be rather accursed, both to the dead below and to the living above. Now, therefore, we call on the DPAA to investigate this situation and strongly to request that the Japanese government desist from this sacrilege. この、 あの論理のテーマなんですけれども、論理の展開ちょっと説明しますとね、あの不平等に基地を作っ沖縄に作ってるということはずっと前からの侮辱、いろんな批判がありますけれども、その裏に全部侮辱が続いてるわけで、今度の計画はわざとさらに新しい形の侮辱ではないかと、本当に何かの必然性とか必要性とか合理化じゃなくて、わざと防衛局は沖縄の人たちはどう評価してるか、戦争で死んだ人たちどう考えてるかっていうことはバレちゃったと思います。で、最後のところでもしかしてあの VFP の全国公開あの大会で議論したとき、僕の想像だけれども何人かこれは弱いじゃないかと、批判するんじゃないかと思います。普通はこういう決議であの要求するとかディマンドするとかあのしろとか、でここで We call on, we request という言葉ですから、まず、もしかして DPAA のに勤めてる人たちはこの話は分かるじゃないかと、あの説明すればなるほどっていう人がいるんじゃないかと思います。そして彼らは前から沖縄政府と協力していろいろ沖縄のことを調べてるから、あの命令するとかディマンドとかそういう立場じゃないから、リクエスト頼むっていうことにしました。何か質問ありますでしょうか。琉球新報の遠山と言いますけど、手続きの確認なんですけど、あの決議案はもう本部に送ってあって、で8月の総会でこれが議論されることはもう決定しているということでいいんですか。あの運営委員会は見て、ルールに合ってるかどうかによって断る場合はあります。例えば300ワード以上はあの却下、
これは300ワードちょうどだから却下できません。そして時々あまり決議案書いたことない人が書いて、みんな元軍人だから博士もいるし中学校も出てない人もいるし、文章力は様々なんだけれども、時々あり得る気になっているところを書こうとする人がいますね。実際沖縄から一番最初の決議案は VFP6 ができる前だったけれども、世界を良くするこれもあれもこれもあれも貧富の差も直さなきゃいけないとか決議にならない、連想文書、そういうのは時々その書いた人と交渉して実際中心にするのはどれかとか、場合によって、来年もう一回やってくださいということになることはあります。VFP ロックが提案したのは今まで全部その運営委員会うまく通ったから、これもルールテーマははっきりしてるし300ワードちょうどだから大丈夫だと思います。でも手続き的に確かにその人たちは集まるんじゃなくて、これは全部今年のコンベンションもズームコンベンションなんだけれどもね、運営委員会は議論して通す、手続きはあります。ダグラスさん、この今日皆さんで公開している文書は DPAA の局長に宛てたメールを7月12日に出しましたということですよね。いや、これは VFP 本部に決議として出した。あ、そういうことですか。はい、はい、その局長宛になっているものはその今後決議された場合にこの内容で局長に送りますよという意味でいいですね。それは VFP のややこしい手続き全部通ったら VFP がベトレンズ・フォー・ピースとして支部じゃなくて全国のベトレンズ・フォー・ピースがそれを送るという形になる。遅いけれどもその方が重さがあるんじゃないかと思います。内容のところでアメリカ人の遺骨も使われているかもしれないという指摘をしてますけど、はい、この事実っていうのはそのアメリカ人の人だったりあとは VFP の本部の人たちだったりにどういったこうメッセージとしてどういったインパクトがあるというふうに考えますか。ちょっと待ってね。その遺骨に対するアメリカの特に戦死者ね、遺骨に対するものの考え方は沖縄のと
違います。で、平和の礎にアメリカ人連れていくと、それは沖縄人、日本人だけじゃなくて、当時敵国のアメリカ人の名前も書いてあるっていうこと、そして兵士ではない人、とにかく犠牲者全部一緒にして、太田正秀さんの思想でなってるんだけど、アメリカ人はびっくりする。ここに出てるアーリントンセメテリー、アーリントンナショナルセメテリー、ワシントン DC にありますけれどもね、米軍しかいない。だから兵士ではない、まあ例外は時々ありますけれども、ね、なんか特別なことをした、もう大体米軍、そして実戦で亡くなった、病気で亡くなった人も そこに入れないと思います。ところが少なくともその戦争で死んだ人たち に対する、気持ちはかなり敏感になってます。ベトナム戦争、アメリカ負けてから恥かいて、なかなかベトナムと仲良く、国と国とまあまあ仲良くできるようになるのは時間かかったんだけれども、アメリカをわざとね、捕虜はまだいるじゃないかとか、そして、遺骨があるのに返してないじゃないかとかね、ずっと喧嘩してたわけよね。で、確かに遺骨を見つけて DNA で確認してアメリカ持って帰って、ちゃんとお葬式をして埋めるっていうことで安心する。だから その外国人に対するその気持ちがないのはアメリカの欠点なんだけれども、少なくともアメリカ人がいるかもしれないということで、DPAA のそれを調べるのは仕事ですからね。そのためにできた政府機関だからやるはずです。答えになりますか。国防総省の中に DPAA という組織がある。捕虜や行方不明者を探して亡くなっておれば遺骨を持ち帰る、そういうことをアメリカがやっていることで、まあ、戦死者、戦争に従事して国のために戦って死んだ人たちへの畏敬の念が強いとは言えると思います。他に何かありますか。
本部での決議はいつになりますか？会議は8月、総会での決議は8月15日の 最終日に、はい、なります。そうですね。でその後全会員に決議文を送って一人一人から賛否の表明をさせる。それが12月になるだろうという。それが12月。12月になるだろう。正式に送るのは来年になってから。多分12月途中で、はい、確かにじれたくて今までの決議は私たちは待てなくてあちこちにばらまいて。BFP 本部から叱られたことがあります。はい、どうぞ。この決議案を7月の12日に BFP の本部にメールで送ったということですか？そうですね。BFP 本部にこのメールを送ったということですよね。この間の月曜日、それは12日でしたか。はい。メールで送った。はい。あとはこの最後に DPAA から日本政府にこのような冒涜をやめるように意見することを要求する。つまり、12月に DPAA に、この内容を届けて、日本政府にそういうふうに意見することを要求するわけですけど、その日本政府はずっとこの、沖縄県民の声も聞かずに強行し続けているわけですけども、APAA の意見がちゃんと受け入れられるかっていう、どうかっていうことについては、どう考えますか？もちろんこのテーマに動いているのは私たちだけじゃなくて、具志堅さんは2回記者ハンストをやったりして、アメリカのネーションの雑誌に、インタビューされて、かなりうまく英語で書いてあるし、口伝いで聞いたけれども、 DPAA のメンバーの中でそのネーションの雑誌はだいぶ読んでるし、いろんな動きはあるし、そして具志堅さん自身から似たような要求を DPAA にもう送ってるんです。だからこれを待たなくても、DPAA は動いていいね、もう動いてるんじゃないかと思いますけれどもね。それはその運動に参加してるっていうつもりで、この決議の形もしようとしたんですよね。つまり具志堅さんの運動に連帯する、そうです、気持ちでこれを送られた。そうです。あちこちから、はい、声は言ってると思います。この間の決議はアメリカのにどのような影響を与えますか？去年、一昨年とかこの間も決議を重ねてますよね。
アメリカに対してどのような影響を受けたあのアメリカ政府をひっくり返す影響はありません。予算等に関してでも手のあれだったら国防予算関係は手の影響もあったわけです。あの日米同盟という大きな岩が一枚岩に沖縄ですごい感じているんじゃないかと思いますけれどもね、そのそういう力と力が一緒になってどうやって反対するか、ものすごい力になってるんです。一つのやり方はこっちとこっちの間にある程度のお互いの不信感があれば、それをいじるというか、あの一つよく分かったのは、日本政府沖縄防衛局は例えばあのオールワンがマヨネーズで工事本当はできないということは、アメリカ政府沖縄の人たちにも隠したし、どうもアメリカ政府にも隠した。まあ日米関係は大事だからアメリカは爆発的に起こらないけれども、あの国防省の中で不満があると思います。なんで教えてくれないのか。そして今度はアメリカ人の戦没者をこんなに軽視してるのかっていうことは、驚く人は政府の中にいるんじゃないかと思います。少しずつ少しずつこの強さとこの強さはお互いに摩擦があって日々があって、あの具体的にいつかアメリカ政府はもう待てない、辺野古はやっぱりできない、もう やめなさいと、そういう影響は可能、もう一気に世界平和になれば一番いいんだけれども、アメリカは戦争をやめるとかそういうそれはもちろん目的だけれども、とにかくこの新基地を作らせないっていうことが一つの実現可能な目的だと思います。その反対運動は、こういう活動は少しだけかもしれないけれども影響を与えるんじゃないかと思います。そのアメリカ政府の中の日本に対する不信感、どうですか。はい、そうなんです。
今日 の DPAA の決議文の記者会見とちょっと話題がずれますけれども、辺野古の海の浅い海はまあかなり埋め立てられているわけだけれども、なお 僕らは反対運動、埋め立てに飛行場を作ることに反対運動をしている。それはなぜかというと、山口県の岩国海兵隊の岩国飛行場が沖合に1キロメートル移動するという工事をやりました。でその埋め立て工事が国に承認を与えたことが違法だということを岩国市民は裁判を起こしました。その裁判そのものは敗訴でしたけれども、広島高裁高等裁判所に控訴して、高等裁判所の判決文の中で、国といえども埋め立て承認の承認を失えば原状を回復する義務があるという判決文になってます。つまり玉城デニー知事が埋め立て承認を取り消していった場合、国は原状回復義務がある、海をさらって元の海に戻していかなければいけない。じゃあそれで自然が回復するかというと、時間をかけて回復するのを待つわけであって、その辺記者の皆さんは岩国訴訟の広島高裁判決を手に取ってよく読んでみてください。そのことがあまり知られてないんですよ、原状回復義務があるんだっていう。他に質問がなければもうほぼ50分経ったので終わりましょう。もしよければ PFOS の下水道に流すということが今検討されてますね。そのことについてご意見も言ってもらえればと思います。テリアさんそこ知られてるでしょ。テリアさん、ね、何と思います。VFP ということではなくて、まあ、私 PFOS についてはずっと継続的に情報開示で資料と防衛局とかですね、入手してですね、普天間 の PFOS を出す基準等も定められてないと。で当然ジェグスありますね、米軍の、その基準にも下水に排出するということは、まあ、当然想定されてないだろうと。そういった意味でやっぱりこの問題はですね、明確に日本政府としても米軍としても公的根拠なりそういったことをちゃんと説明した上で、やるべきだろうと。特に米軍さんは、これが放出しなければ、事故が起こるよというような、まあ、私から感じるところは脅してるんじゃないかと私は感じてまして、やっぱりちゃんと説明をした上で、納得する対応をやっていただきたいなと私は考えております。以上でございます。地球上にあってはならない物質、地球上にあってはならない物質ですから、流してはいけない。どんなに少量であっても流してはいけない。それを一定基準 の濃度以下だったら流してよいという結論にはならない。汚した人が自らきれいにしなさいということですよ。米軍は返還後の残留物質について責任を持たないようなことになって、ただ今は普天間基地とか嘉手納基地は現に
米軍が使ってますよね、はい、そこから出る その3年間の、はい、少し補足しますけれども、フィリピンのスービック海軍基地、クラーク空軍基地、それがピナツボ火山の噴火の中で使いづらくなって米軍は放棄しました。米軍は放棄してスービック基地、あともクラーク基地、あとも住民が住んだり経済開発したりもしておりますが、地下水に汚染、地下水が汚染されていて健康被害がたくさん出たと、ということでフィリピンの人たちはアメリカ政府を相手にスーパーファンド法という法律で裁判を起こした。でスーパーファンド法の中では汚染者はその汚染を除去する義務があるというふうに規定されている。それでもってクラークスービックで裁判を起こしたわけですが、フィリピンの人たちは敗訴した。どのように判決文がなっているかというと、もはや米軍はスービックもクラークも使っていないから原状回復義務はないというふうになった。でフィリピンの人たちは沖縄の僕たちと、まあ平和環境問題、平和問題でこう交流があるわけですけれども、米軍が使っているうちに沖縄は訴訟を起こせと、そういうことを言ってます。でもう一つ付け加えると、1969年11月に沖縄の施政権を返還するという佐藤ニクソン声明がありました。その翌年1970年に在沖米軍司令部、在日米軍司令部、大使館、それから当時沖縄にあったユースカーと呼んでたアメリカ民政府、これらが沖縄における基地の返還と移設という会議をしています。で移設のリストを作って、あるいは返還のリストを作って議論をしているわけですが、その中に読谷補助飛行場と呼んでる読谷ですね、読谷の飛行場はパラシュート降下訓練をどこかに移すことができれば読谷補助飛行場は返還できる、だけれども地主との契約上原状回復をしなければいけないので金がかかると。で施政権返還後返せば日米地位協定によって原状回復義務は免れるので、普天間読谷補助飛行場を沖縄に返すのは施政権返還後の方が好ましいと、こんなふうなことを書いています。荒垣さん答えになってる？まあそんなふうな、アメリカはしたたかに物事を考えている。いや、よろしいでしょうか。じゃあこれで終わりましょうね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。